一番最初そのなんか自分の考えてることを一気に発散できる手段が脚本で、私の場合は好き勝手書いちゃうんですよね。この作品はあまり脚本も本編も書かないで、まあ、何枚かイメージボードだけ作って作り始めたんで、次はもうちょっと分かりやすくて誰が見ても納得できるような感じで作ろうと思った。ちょっと明快とのアクセス感出したかったです。まあなんか現実にいるのかいないのか分からないような判定しちゃったら動きずしたいなと思って、実際に出来上がって編集されてみた後に、あ、なんかいるってなって今のとっても印象が劇中と違うんですが、どういう役作りでは監督と話し合われたんですか？なんか最初台本読んだ時はよく分からなくて、それからすごい考えて考えて、でもちょっと分からないとかやっぱ監督に分かりませんって言って。ありがとう。ここでいいですか？はい。なんか役者さんが脚本から離れてなんか喧嘩をバチバチ当たってくれた時に、なんかその時のなんか時間みたいなのって初めて体験したものだったといいますか、映画の中にしかないなんか本当の部分といいますか、そこにこうしがみついて映画を撮り続けてもいいのかなと思って思えた作品でした。